んばんは。そう、子供の日で山のギフトが今日でラストでございます。ちょっと無理そうですね。やはりやっぱね、お稽古とかあると配信がね、なかなかちょっとできなくてね。8日まで？ゴールデンウィーク中だけかと思いました。そう、今日はちょっとね、今空き時間で、そう、なんか思いのほかね、事務所の方に早く到着だったので、ちょっと配信してみました。そう、でもね、事務所あるあるとかだと思うんですけど、照明がちょい暗めでございます。そう事務所あるある。晩ご飯食べた？まだ。あ、今日そういえばご飯まだです。今日はレッスンが終わってからご飯を食べたいと思います。巻き取れちゃった。そう、今日は朝から、朝お昼からお稽古をして、でちょっと今空き時間があって、配信をして、でその後また夜までずっとレッスンでございます。そう、8時、今何時だ、24分。じゃあ8時24分までしよう。ちょうど1時間しようかな。ちょうどそれぐらいで時間がぴったりなので、今日もね頑張りました。今日も頑張りましたって、今からまた頑張らないといけないんですけど、そう、すごい、みんななんか17期言ってる。レイちゃんグラビアやらないのもったいない、だって。私の何を知ってるんでしょうか皆さんのね、見えるものが全てじゃないですからね全てじゃないですからね。てか多分みんなが求めてる、その言ってるグラビアって、もうめっちゃ露出して、なんかもうここもめっちゃ見えて、でっていうタイプだと思うんですけど、私がはまだやっていいわと思うのは、もう本当に全部隠れてるやつなので。てかね、17歳の私にそういうこと言うのは犯罪ですよ。だってさ、普通にそこら辺にいる子にさ、ねえねえ、いいもの持ってるからグラビアしないって言ったら、もう即逮捕だし、もうやばい人ですよ。だから本当にやめてくださいね。そう、おまわりさんですよ、それこそ。そう、18になったら言います。いや、それもやめてください。もうあなたはもうそういう、あれなんですね、
そういうのが好きな方なんですね。そういうのが好きなんだ。怖い怖い、嫌だな、そういうの好きな人。そう、17期生の方は私なんか着替えてるところを目撃しました17期生の子なんかね、あのリハしてて終わって、その時めっちゃ朝早いリハで、でパッてね歩いてる時見たら、事務所を歩いてたら、あれこんな子いたっけと思って、あ17期生の子なのかなと思って、でもそれこそちょいちょい事務所にいて、あ17期の子なのかなと思って、でもなんか挨拶もさ、こう何あれだったから、あえちえな、なんなんだこの子たちはと思って、えなんどんな子だ、なんていうの、スタッフさんでもないよなと思って、でえと思って、まあ、それはいいとして、そしたらなんか着替えてて、でもうそこへ17期生かと思って見てて、可愛かったです、みんな。なんかなんていうの、芋っぽい子が一人もいませんでした。そう、なんかみんな可愛いって感じでした。なんかインスタにいそうって感じ、インスタグラマーって感じでしたね、インスタグラマーそう、なんか AKB っぽくなかった、なんか AKB の新メンバーちゃんっていう感じはなかったですね。なんかやっぱ AKB ってさ、今までの結構 AKB はなんか私もそうだけど、入ってみんなダンスとか上手くなって、でだんだん出来上がっていく過程を楽しむのが AKB って今までこう言われたりとか感じてたんですけど、17期生みんな可愛いなと思いました。なんか出来上がってるって感じでしたね。そう、あとはなんかあれでしたね、れいちゃんも最初から火薬ありがとうございます。なんだろう、なんだっけ、あそうそう、で私のなんかお友達がいるのかなってみんなこうね気になってたと思うんですけど、落ちちゃいました。もう超逸材、人材、逸材、人材、どっち、すごい、超すごいスターの子を失ってしまいましてね、もったいないぞーと思いました。もうね、超可愛いし、もしあそこの中にいても一番可愛かったし、ダンスも絶対一番うまかったし、と思いましたね。でも逆に、他のところでもっと輝いてほしいなと思いました。もしかしたら、AKB の方向性とは違うところで輝けるなと思う、もっとスキルが高いもののところで必要とされた方がいいなと思いましたね。そうそうです、そうです。ソロデビューですね。まあその子が決めることなんで、私に言われても分かんないんですけどね。髪伸びた？普通かな、いつも通りです普通かなって超塩対応普通かな。落ちてなんか言ってました？落ちちゃったって来て、でも AKB じゃないところで輝いた方がいいよって私は言いました。もっとね、もっとなんか AKB でもし入ってももちろん輝けたと思うんだけど、 AKB じゃないところで輝いた方がその子の持ってる才能とかを最大限に活かせるのかなと思いました。そうそう、スペック超高いからね。
そうそうそう。ここにいそうみたいなグループある。韓国アイドルですね、完全に。だってその子韓国のオーディションとかも受けてるくらいだから、相当ねダンスがうまいんですよ。てかうまいのよね、見ててわかるけど、見せ方がすごい上手。ね、17期生かわいかった。なんか多分ここであれですよね、17期生に皆さん行かないでくださいって言った方がいいと思うんですけど 言った方がいいですよね、行かないでください。なんかね、そういう感情ね、なんかね、ないんですよ。なんか新人ちゃんに行ってほしくないとかっていう、なんか気持ちはそんななくて、私おかしいんですよね多分。なんか、なんかすごい子たちだって終わっちゃう。なんか、行かないでと思う。だって行っちゃうファンの人ってそれまでじゃん。ファンの人っていうか行っちゃう人はもう、あ、私よりいい人を見つけたんだと思って、でも私のところにずっと残ってくれる人は、あ、私のこと本当に心の底から愛してくださってるんだって感じだから、なんかそんなにあれかな、なんか行かないでとはなんない。もう行っちゃうもんは行っちゃうもんだからさ そう、去るものを追わない方がねいいと思うので。そう、でももちろん行ってほしくないっていう気持ちはあるけど、なんかそんな行かないんだーんとはなんかなんない です。 DD ねえ、だって AKB っていっぱい可愛い子いるもんね、選べないよ。確かにね、グループが好きだったらね、みんないい、いいもんね。ね、そうだよそうだよ。ウホウホホさんありがとうございます。幻さんありがとうございます。白丸さんありがとうございます。ケルビーさんありがとうございます。そのっちさんありがとうございます。 YSA さんありがとうございます。グレアムさんありがとうございます。推しは変わるもんじゃなくて増えるもん。めっちゃ名言、名言だね。今は休憩中、そう、空き時間でちょっとね、早く来てしまったのでって感じです。一回寝ようかな いつもショールーム始めて寝ようかなって言っちゃう。そう、東京ガールズコレクションだっけにも出るんだよね。すごいよね、なんかすごい羨ましい。なんかさ、お披露目もなんかああいう劇場公演に立ってできて、で初お仕事とかが東京ガールズコレクションで、でまたチームエイトの舞台もメンバー変更して、17期生の子たちがこう見送りかをするっていう。私はね、鹿児島のイベントでしたね 鹿児島の野外イベントでさらーっとお披露目されました。マックスさんありがとうございます。ありがとうございます。スバイね、お見送りはひどいね。もう私からも謝ります。ごめんなさい、申し訳ないです、申し訳ない、私からも謝ります。申し訳ありません、お見送り変更 ねえ、そうだよね。だってね、すごいみんなの気持ちもわかるよ。だってお見送りをがそのメンバーがいるから取ったっていう人も少なからず絶対いるし、確実にねいると思うんですよ。そうそう、まだね、なんかチケッ
ットがこう発売される前で発表されて変更になりましたっていうのは、まあお金も払ってないしチケットもまだ買ってないから変更とかもね自分の中でできるかもしれない、できると思うんですけど、もうねお金も払った時点で、そして本番もね残り数日を切って、でずっとねそれをねチケット当選した日からお見送りで自分の好きなメンバーに会えると思って、それをねモチベーションに学校とかお仕事とか頑張ってたって思うと、なんかいきなり変更になってすごいね悲しいよね。私だったら悲しくなっちゃう。そう、でもねもうそれがね決まっちゃったことだからしょうがないっちゃしょうがないけど、もうちょっと早く知りたかったね。みんなごめんね私お見送りの人とかじゃないんだけどさ私は違うんだけど、なんかその人の推しメンのファンの人のこととかを考えたらなんかすごい悲しい気持ちになっちゃうよね。そのために生きてきた。いやそうだよね、だってチケット当選した日からずっと楽しみにねするもんね。そうだよそうだよ。でもその代わりに私の配信で許してください全然対価が違うけど。そうだよね、舞台楽しみにしてるからね。今日のレッスン私大丈夫かな、めちゃめちゃ眠いんだけどめちゃめちゃ眠くなってきたよ。大丈夫かよ私。ちょっと20分でも寝ようかな、て横になろうかな。ショールームちょっと早めに終わってみてもいいですか10分ぐらい、え終わっていいかなもうね本当に始めといてすっごい申し訳ない。座りながら寝る。ありがとうみんな。じゃあランキング読みます。13位はピンクカメラさんありがとうございます。12位はあ13位スギリンさんありがとうございます。12位はピンクカメラさんありがとうございます。11位はプッチーニさんありがとうございます。10位は伊賀の藤丸さんありがとうございます。9位はベベモンさんありがとうございます。8位は YSA さんありがとうございます。7位は天使閣さんありがとうございます。6位はキヨシさんありがとうございます。5位はマックスさんありがとうございます。4位はセッキーさんありがとうございます。3位はマボラシさんありがとうございます。2位はソノッチさんありがとうございます。1位はウホホホさんです。ありがとうございます。じゃあそれではね今からレッスンまでの数分間仮眠をしたいと思います。みんな少しの間25分ぐらいだったけどありがとうございました。私はこんな感じで元気です。一応バイバイ。あ、スクショタイムとかしとく？久しぶりにメイクしてるし。ありがとう。バイバイ。